艦隊航空隊はイギリス海軍の航空機による作戦を司る部門である。艦隊航空隊にはおよそ6200人の人員が所属し、これはイギリス海軍の総人員の15%以上に当たる。そしておよそ200機の実戦機と50機以上の支援、及び訓練用航空機を運用している。アグスタウェストランドマーリン。 ウェストランドシーキング、ウェストランドリンクスなどの関西ヘリコプターのほか、以前はハリアー GR-79 も運用していた。艦隊航空隊はイングランド、サマセット州のヨービルトン基地の近くに博物館を持っており、艦隊航空隊が運用した歴史的に重要な多くの航空機を中心に様々な航空機を展示している。詳細は、 イギリス海軍航空隊を参照イギリスの海軍航空は1909年軍用飛行船の建造で始まった。イギリス海軍はその最初のパイロットを1911年に誕生させたが、1912年5月、RFC は陸軍航空団と海軍航空団で構成されたが、1914年7月、海軍省は海軍航空団を独立させて、 自らの下部組織とし、イギリス海軍航空隊と解消した。1914年8月に第一次世界大戦が勃発した時、ナズが所有していた航空機は海軍脱退後の RFC より多かった。ナズの主要な任務は艦隊偵察であり、敵の軍艦、潜水艦を沿岸に捜索することであり、また敵国の沿岸領域を攻撃し、かつ、 イギリスを敵の空襲から守ることであって、そのために西部戦線に沿って展開した。1918年4月、ナズは王立航空隊と合併してイギリス空軍となった。このように艦上機が海軍の手から離れたことで機種の更新や兵力の整備が滞り、日米に空母の主導権を奪われるという結果になったとも評される。 1924年4月1日にイギリス空軍の内航空母艦やその他の戦闘艦艇,艇から作戦を行う部隊によりイギリス空軍艦隊航空隊が編成された。1939年5月24日、艦隊航空隊はサート・マスイン・スキップの指揮下海軍省の管轄に戻されてイギリス海軍航空部と改名された。第二次世界大戦開始時。 艦隊航空隊は20個飛行隊とわずか232機の航空機を保有しているだけだったが、終結時には世界的に展開して59隻の航空母艦3700機の航空機72000人の将兵と56の基地を持つに至っていた。航空母艦は戦艦にとって変わって艦隊の主力艦となり、その搭載機は主たる攻撃手段となっていた。 FAA の飛行隊は、番号、ナズと表記される。ナズは、ネーバルエアースカトレの意味である。以下のリストでは、大海軍飛行隊と表記する。FAA では700から799までの、番号を訓練及び実験のための飛行隊に割り当て、800から899の範囲を実戦部隊、及び作戦転換部隊、カルドローズ基地は、コーンウォール州、ヘルストン近郊。 ヨービルトン基地はサマセット州イルチェスター近郊にある。補助、または臨時飛行場はそれぞれプレダナックとメリーフィールドにある。1938年海軍省艦隊命令2885はイギリス海軍予備隊に航空部門を編成することを発表した。33人の未婚の男性が18ヶ月のフルタイムの飛行訓練の契約にサインしたが、 これら初の志願者が部隊を編成する前にイギリスは戦争に突入した。1945年の第二次大戦終結時、イギリス海軍志願予備隊航空部門は総勢4万6千人の勢力を有し、そのうち搭乗員は8千人以上を数えていた。戦後は RNVR は12個の予備飛行隊で構成され、地域ごとに航空師団としてまとめられていた。しかし、 1957年の国防被削減によって5個の航空士願は解散され、また翌年には RNVR は RNR に統合された。RNR 航空部門は1980年7月16日にヨービルトン海軍航空基地で編成され、直ちに38人の搭乗員経験者の再教育訓練が開始された。現在、航空部門は 経験を有するおよそ250人の将兵で構成されており、艦隊航空隊をサポートして、FAA は固定翼機と海底翼機を運用する。FAA は空軍と同じ命名砲を使用している。1947年に配備されたシーフューリーは、FAA 最後のレシプロ戦闘機となったが、レシプロ戦、クタール機、編集1940年代後期、FAA は、 最初のジェット機であるシーワンパイアを取得し、これは航空母艦からの初着艦を記録した最初のジェット機となった。部隊配備という点で宣弁をつけたのが1951年に配備されたアタッカーで、1953年に配備されたシーホークがこれに続いた。また1954年にシーベノムが配備されたことで、夜間戦闘機もジェット化された。 1950年代後半には、アメリカ海軍の空母航空団では超音速機の配備が始まっていたのに対し、FAA では、シーホークの後継機として1958年から配備されたシメターでも、超音速を発揮するには、観光化が必要であった。一方、全天候戦闘機としては、1960年からシービック戦の配備が開始された。 また1962年からは、低空振興を主眼として開発された、艦上攻撃機器であるバッカニアが配備された。しかし、大英帝国の衰退に伴う、財政難は防衛力整備にも重大な影響を与えており、1966年度国防白書で、クバ -019 航空母艦の計画中止が決定されたことで、海軍は将来的に、 正規空母を手放さざるを得ない事態に直面した。最後の艦上戦闘機として、1969年からは、アメリカ製のファントム FG-1 が配備されたものの、1978年12月には、その最後の運用部隊である第892海軍飛行隊が解体され、空母からの固定翼機の運用の長尾を飾ったかに見えた。v エスト l 機。 編集1960年代後半の時点で、初の実用垂直離着陸機であるハリアー g ー R-1 が空軍の攻撃機として採用され、1969年には、すでに初の実戦飛行隊も編成されていた。また早い段階から空母での運用も模索されており、1963年2月には、すでに試作機である、ホーカーシドレイピー1127が、アークロイヤルで、 離着艦に成功していたこのような垂直、短距離離着陸機であれば、クタール機を運用できない対戦空母やコマンド母艦、また当時計画が進んでいた、全通飛行艦、パン巡洋艦のようなヘリ空母であっても十分に運用できることが注目されるようになっていた。ハリアー GR-1 の戦力化が進むにつれて、 艦艇での運用適応テストが順次に実施されており、1969年9月には、コマンドオボカン、ブルワーク、1970年3月には、空母、イーグル、1971年3月には、アークロイヤルでも運用適応テストが実施された。そして1975年、同期をもとにした、艦上戦闘機として、C ハリア FRS-1 が発注された。 1982年のフォークランド紛争では、ハーミーズ・インビンシブルに搭載されたチーハリアー FRS-1 が現地に展開したほか、後には空軍のハリアー GR-3 攻撃機も、ハーミーズ艦上に展開した。その後、統合運用の進展に伴い、2000年にはハリアー統合部隊が設置されて、 空軍のハリアー GR-7 攻撃機と海軍のシーハリアー FA に艦上戦闘機の飛行隊の指揮系統が一元化されることになった。すでに空軍のハリアー GR-7 も艦上運用に十分な経験を積んでいたことから、空対空任務に適したシーハリアー FA2 と空対一任務に適したハリアー GR-7 と、それぞれの利点を生かした運用が可能となった。その後、 2004年3月に第800飛行隊が、2005年3月に第899飛行隊が、そして2006年3月31日に第801飛行隊が、機種転換を完了して、C ハリア r FA-2 の運用は終了し、JFH の運用機材は、ハリアー GR-7-9 に一本化された。2007年には、 第800.801海軍飛行隊を統合して海軍打撃航空団が編成されてハリアー GR-7-9 を運用した。2010年4月1日 NSW は第800海軍飛行隊と解消したが同年10月に発表された戦略防衛安全保障見直しにおいてハリアー2の運用終了が決定された。11月24日にクー アークロイヤルで最後の飛行が行われ、12月15日に運用が終了した。その後、海 -35B が実用化されると、クイーンエリザベス級航空母艦の艦上戦闘機として導入されることになった。ハリアーでの統合運用の経験を踏まえて、イギリス軍が導入する海 -35B は、ライトニング部隊司令部の下で統合運用されることになっており、 まず空軍の第617飛行隊が編成されて2020年7月には初の艦上展開を開始した固定翼機の操縦士の訓練にはグロックチューターが使われるまたホーク T1 も運用され訓練の際の敵機の役割をもって例えばへの戦闘機関製訓練や艦載機パイロットのための空対空戦闘訓練などに使用されている観測員の訓練は ジェットストリーム T に退役後ビーチクラフトキングエア350で行われている。FAA 発の実用的ヘリコプターは、シコルスキー S-51 で、1950年代、初頭より空母のトンボ釣り任務などに投入された。1953年には、シコルスキー S-55 を、ウェストランド社が、ライセンス生産したホワールウィンドが配備された。 また1961年には、その発展型である S-58 のライセンス生産版であるセックスも導入された。これらのヘリコプターは固定翼機と一緒に空母に搭載されていた。その後、水上戦闘艦でも長射程の対戦兵器としての役割を果たす中距離魚雷投射ヘリコプターを搭載することになり、まずフリーゲートなどに WASP が配備された。 ただしワスプは、目視の他に潜水艦を捜索するセンサーを持っておらず、1962年収益のカウンティ級駆逐艦では、釣り化式ソナーの運用が求められたことから、大型のウェセックスが搭載された。その後、1970年には、ウェセックスの後継として、シーキング、また1977年には、ワスプの後継として、リンクスが導入された。 前者は紹戒ヘリコプター及び救難ヘリコプター、さらに輸送ヘリコプターとして配備されたほか、フォークランド紛争の戦訓を踏まえて、早期警戒機も開発、配備されている。一方、後者は関西ヘリコプターとして広く配備されており、当初は紹戒ヘリコプターと称されていたが、多用途性の向上とともに、マーク8では HMA と解消された。また現在では、 シーキングの後継機種としてマーリンが、また、リンクスの後継機種として、ワイルドキャットが導入されている。回転翼機のパイロットは、ショーベリー空軍基地にある、国防ヘリコプター飛行学校で訓練を受ける。国防ヘリコプター飛行学校は、海軍を含む軍人と民間人のインストラクターから、なる三軍共同組織であり、基礎的な飛行から、景気飛行、後方 変態飛行、指揮といった高度な飛行技術まで教育する。固定翼機回転翼機ユトランド機械戦の最後の生存者。イギリスの男性最長寿者だった。1941年5月26日、ドイツ戦艦ビスマルクを行動不能に陥れた。1942年2月12日、海軍第825飛行隊のソードフィッシュを率いて、 チャンネルダッシュ中のドイツ巡洋戦艦、シャルンホルスト、グナイゼナウを攻撃、戦死した。個人で最も多種類の航空機を飛行させた世界記録を保有している。また、1945年12月、テストパイロットとして、Z 機による初の航空母艦への着艦を行った。伝説的なイギリスの舞台及び、映画俳優、監督、第二次世界大戦時、 志願して、海軍パイロットとなった。最終階級は、海軍隊員、フォークランド紛争当時に在籍、ビートルズのレコードプロデューサー俳優、リーチ・フォー・ザ・スカイ、ビスマルク号を撃沈せよ、などに出演。俳優、第二次世界大戦時、戦闘機の管制官として従軍。ありがとうございます。